で、月に1回やってて、子供の前で一緒に歌ったりとか、あと主に、それ以外に歌声サロンということで、デイサービス、お年の方のデイサービスとか、まあ具体的に言うとそよ風さんとか桜園さんとかで、まあ、今年、そんな形で歌声サロン皆さんと一緒に歌いましょうということで合計8回ぐらい、やってきました。でその中で一番まあ、何してもね歌声サロンで一番の曲っていうのはやっぱりふるさとなんですけど、ふるさとはもう皆さん大好きで大合唱するんですけど、ただ今年オリンピック、パリオリンピックがあったんで、じゃあなんかパリオリンピックにちなんでの歌を、じゃあなんかリクエストがあったんですけど、じゃあ何があるかなとって考えたんですけど、でお年寄りにも歌える曲何がないかなっていうことで考えた末にすごいいい曲があったんです。それをちょっと歌いたいと思います。ごめんなさいね、皆さんもちょっと手拍子、足拍子やってもらえば嬉しいなと思って、で、楽器もしあればそうです、適当にね、やる。じゃあごめんなさい、はい、行きましょう。はい、行きます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。街を歩く心軽く、誰かに会えるこの道で、可愛い君に声をかけて、こんにちは僕と行きましょう。 Oh, シャンデリーゼ、 Oh, シャンデリーゼ、いつも何か素敵なことがあなたを待つよ、シャンデリーゼ。せっかく一回を作っていただいたので、40年前なんですけど、私がまだ学生の頃、その当時は結構なんていうんですかね、素人団体がいろんな曲を自分でアレンジ、自分たちで作って、ヤマハコンクールだとかなんとか、いろんなコンクールがいっぱいあったんですよね。でその時にその自分たちでオリジナル作って、そこに送って、もしかするとプロになれんじゃないかみたいなね、ところがあって、その時にちょっと作った歌なんですけど、ちょっと歌の曲はジュリアンって言うんですけど、でジュリアンさんっていうのはちょっと話がなくなっちゃうんですけど、横浜にいる赤い靴を履いてた女の子が、多分伊地さんに連れられて、まあ、遠い国に行ってたら、多分ジュリアンっていう名前で可愛がられてるんだななんて勝手に思って作ったんですけど、
まあ、実際はあの赤い靴履いてた女の子っていたらしいんですけど、でその人のお母さんも、まあ、行き別れになって、そのお母さんも68歳までなんか来たらしいんですけど、ずっと自分の娘はアメリカかヨーロッパに行ったと自分に思い込んでたみたいなんですけど、実際はその娘さんは6歳だか8歳で日本で亡くなっちゃったみたいですね。だから実際はその子はアメリカやイギリスには行ってなかったらしいんですけど、まあお母さんにしてみれば会いたい、ね、我が子に会いたいっていう気持ちをちょっとその当時の仲間で作った曲です。ありがとうございました。